シーロビンは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名は、砲防家の通称にちなんで命名された。ストリーマーシーロビンバンドテールシーロビンシーロビンは1944年3月1日に、名誉州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1944年5月25日にホーマー、アンブローズ・プジンによって、命名、水し、 1944年8月7日に、艦長ポール・シース・ティムソン少佐の指揮下収益する。ポーツマス及びニューロンドンでの成長後、シー・ロビンは、スカンジナビアの商船によって、ドイツの U ボートと誤認される。シー・ロビンは、商船から砲撃を受けたものの、射程外の位置にあったため損傷はなかった。その後、1944年10月12日に、パナマ運河を通過。 新珠湾に到着後、6日間過ごした。11月26日、シーロビンは、最初の紹介で、ガードフィッシュ、シードッグとウルフパックを構成し、ルソン海峡及び南シナ海方面に向かった。12月8日、3隻は、サイパン島に到着して、休息を取り、翌9日に出港。12月14日、バリンタン海峡で紹介を行った後、ルソン島。 海南島、香港、台湾を結ぶ各線の内側に紹介海,海域を設定した。1945年1月5日夜、シーロビンとシードッグは、小輸送船団を発見し、浮上して追跡を開始した。1月6日1時過ぎ、シーロビンは、 北緯十九度四十五分統計百十一度二十五分、北緯九点七五零度統計1 1 1四一七度、十1 9 7 5 0 1 1 1四一七の地点で、戦乱戦闘のタンカーたら、カンマルに対して、魚雷を発射。魚雷は左舷に二本が命中し、たらカンマルは三時頃に沈没した。紹介の残りは、浮遊嫌いの回避を除いて平穏無事に行われた。 1>, 1月29日、シーロビンは62日間の行動を終えて、オーストラリアのフリーマントルに帰島した。2月24日、シーロビンは2回目の紹介で、ジャワ海方面に向かった。この紹介は、結果から言えば、シーロビンの3回の紹介の中で、最も成功した紹介となった。3月3日、シーロビンは、スラバヤ北方海域で、水天丸を発見し、 護衛艦の反撃をかわして撃沈。ーロビンは生存者を救助しようと何度も試み、最終的には3名を捕虜として、紹介を続けた。2日後、シーロビンは、南易05度50分統計113度46分、南位5.833度統計113.767度、-5.833113.767、マイナスの、バウエアント近海で、 マカッサルに向かう輸送船団を発見。この時、ーロビンには、新型の ST レーダーが装備されていた。ST レーダーとは、夜間潜望鏡レンズ下に取り付けられた、目標測距用のレーダーであり、従来のレーダーのように司令塔から繰り出さなくても、普通の襲撃運動のように潜望鏡を突き出すだけで、機能するレーダーであった。スティムソンは、この新式レーダーを活かすべく、 夜間水上攻撃ではなく、通常の先行攻撃を選択した。22時30分、シーロビンは護衛の特設砲艦万葉丸に、魚雷三本を命中させて撃沈。護衛艦の攻撃を回避し、数時間後にシーロビンは、難易05度23分統計114度00、分、難易5.383度統計114.000度。 マイナス5.38314.000の地点で千鳥足のように航行していた秋広丸に対して魚雷を3本発射し、秋広丸は回避しきれず3本とも命中して沈没。C ロビンは未だ残っている貨物船に向けて魚雷を3本発射したが、これは回避された。しかし、2度目の攻撃で長田丸に対して魚雷を3本発射。 魚雷は、長良丸の中央部に命中し、長良丸は二つに割れて沈没していった。攻撃後、シーロビンは24時間にわたって、護衛艦と哨戒機に追跡されたが、シーロビンはうまく巻いて、攻撃から逃れた。シーロビンは魚雷を使い果たしたので、3月15日に、スービックワンに寄港して、補給を行った。3月19日、シーロビンは、 スービックワンを出港し、紹介を再開。3月23日、シーロビンは、海南東近海で撃墜された味方パイロットを救助。3月30日未明、シーロビンは気づくと一隻の軽巡洋艦と五隻の駆逐艦と判断されたグループ内にいた。シーロビンは、集団の中で、最初の攻撃で魚雷を三本発射。しかし、魚雷は、 目標の監視をかすめ去った。二番手の艦艇がこちらに向かってくる素振りを見せ、白ンは新深,深度に20分退避。その後浮上し、海南島から16キロの地点で、再び駆逐艦のグループを発見し、魚雷を6本発射したが命中しなかった。4月8日には、日本の漁船と海上トラックを撃沈し、3名の捕虜を得た。翌日には、 航空機に撃沈されたトロール船の生存者10名を救助した。4月29日、シーロビンは66日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。6月1日、シーロビンは3回目の紹介で、東、シナ海及び航海方面に向かった。7月8日、シーロビンは、チェジュ島近海で、第85号苦戦特務艇を撃沈し、1名の 捕虜を得た。7月10日4時20分、シーロービンは浮上中に、先島丸を発見し、魚雷4本を命中させて撃沈した。その後、大型のサンパンを撃沈しようと試みている最中に、哨戒機の爆撃を受けた。シーロービンは先行する暇もなかったが、爆弾の直撃はなかった。しかし、資金弾で、監視発射官が損傷し、 以後の紹介で魚雷のエラーが頻繁に起こった。浮上攻撃で撃沈した漁船を除けば、紹介の残り期間で収穫はなかった。8月9日、シーロビンは65日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。8月15日の終戦時、シーロビンはミッドウェイ島で渓流中であった。シーロビンは、新珠湾で1日間停泊した後、 本国への帰都につき、9月20日にパナマ運河を通過、その4日後にテキサス州ガルベストンに到着した。その後、シーロビンはパナマ運河地帯のバルボアを拠点とする第六潜水船隊に配属された。1947年5月15日、シーロビンは1ヶ月半の模擬商会に出航し、南米大陸を就航。 ホーン岬に到達した初のアメリカ海軍潜水艦となった。1948年はバルボア及びキーウェスト海域での艦隊演習に費やした。フィラデルフィア海軍造船所でのオーバーホールに続いて、シーロビンは1949年8月20日にコネチカット州ニューロンドンに到着し、第8潜水船隊に配属された。 1950年2月23日、ニューロンドンを出港しカリブ海での陸軍、海軍統合演習、ポルテックスに参加し、3月23日に帰還した。9月から11月まで、シーロビンは、初の第6艦隊配備で地中海を巡航した。1951年、シーロビンは、グッピー IA 回収が行われ、続いて、 ニューロンドンでの沿岸活動を行った。1952年1月及び2月には演習、マイコウエックスに参加、北、大西洋において、海軍調査研究所の監督か、寒冷地での機材試験を行う。その後カリブ海での演習、ペーセックスに参加した。続く2年間、シーロビンは、ニューロンドン海域で、艦隊演習及び訓練活動に従事した。 1954年8月30日にシーロビンは北方への6週間の巡航に出航した。活動範囲は北極圏まで及びスコットランドのグラスゴー、北アイルランドのベルファストにも停泊した。1955年1月4日、カリブ海でのスプリングボード作戦オペレーション、スプリングボードに参加し、9月には NATO の演習、ニューブルーム4に参加。 ニューブランズウィック州セント戦ョンを経由してニューロンドンに帰還、その年の残りは沿岸での活動を行った。1956年後半から1957年前半にかけての特別任務十字後、シーロビンはニューロンドンで通常任務を再開し、1957年7月24日にポーツマス海軍造船所に入居2ヶ月のオーバーホールを受ける。 ニューロンドンに帰還すると、大西洋及びカリブ海での艦隊演習に参加し、1958年3月28日に3ヶ月半の第6艦隊配備で地中海に向かった。続く5年間、シーロビンは定期にオーバーホールを行い、大西洋及びカリブ海で活動し、対潜水艦船演習への参加や、海軍潜水艦学校の訓練任務に従事した。 1964年9月、シーロビンは、パイパーと共に、アメリカ、カナダ、イギリス海軍の合同演習、マスターストロークマスターストロークに参加した。この演習の間、両艦は、イングランドのポーツマス、オランダのロッテルダムを訪問した。シーロビンは、ニューロンドンに帰還すると沿岸での活動に従事し、11月には、予定されたオーバーホールのため、 ポーツマス海軍造船所に入居、1965年4月まで同地に泊まった。成長後シーロビンは、ベクーナ、シーオールと共に7月にニューロンドンを出港、地中海での第6艦隊演習に参加し、10月に帰還した。1966年には、スプリングボード作戦への参加で費やされ、カリブ海での海軍航空団及び、水上艦艇部隊との、 対潜水艦戦訓練演習に従事した。予定された主バッテリーの交換作業は7月から8月にかけて、ポーツマス海軍造船所で行われた。シーロビンは1967年の初めの数ヶ月間、スプリングボード作戦に参加し、ニューロンドンに帰還すると通常任務を再開した。1967年5月22日、シーロビンはタスク、 セーブルフィッシュ、シー・オールと共に2ヶ月間の北ヨーロッパ巡航に出航し、イングランドのポーツマス、フランスのシェルブール、北アイルランドのロンドンデリー、加えて様々なスカンジナビア半島の港を訪問した。10月2日から1968年2月1日まで、シー・ロビンはフィラデルフィア海軍造船所でホーバーホールを受け、作業完了後カリブ海を呼び、 大西洋での通常任務を再開した。1969年12月1日、シーロビンはニューロンドンを拠点とする第二潜水船隊に転属となった。1970年の活動のハイライトは1月、2月のスプリングボード作戦への参加と4月、5月に行われた NATO の演習スティールリングスチールリングへの参加であった。 8月4日、シーロビンは最終となる12,920回目の潜水を行った。1970年10月1日にシーロビンは退役し、同日除籍された。その後、1971年6月3日にスクラップとしてデラウェア州ウィルミントンのノースアメリカンスメルティング社に売却された。C ・ロビンは 第二次世界大戦の先行で3個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。